いや、お前は内藤と戦いたいんだろう。絶対やろうぜ。はい、僕は絶対内藤さんと戦います。本間さんが内藤さんと戦いたいっていうなら、本間さんのことを倒してでも内藤さんと戦いたいと思ってます。負けねえからな、俺だって絶対あいつは超えてやるんだ。絶対超えかけねえからよ。望むところです。おい、やるぞ。今日も負けたよ、この野郎。負けたよ。あと3回次の後楽園、広島、広島絶対取ってやるからよ。あえて言ってたろ、絶対お前はこう言ってるだろうなって。絶対諦めない。諦めたらそこで終わりだから。諦めてたよだろうな。諦めてたよな。よし、チャンピオン、高橋ロム、お前に、お前の質問に答えてやる。俺の夢はな、この新日本プロレスで最強になり、最強になるのはもちろんだ。そして、チャンピオンになるのはもちろん、ジュニア、最強になるのはもちろん、そして新日本ジュニアをもっともっと上に、上に持っていくことはもちろん、今の俺はの夢はな、そのベルトを巻いて人の支えになるレスラーになることだ。今日もまた本間から勝利。彼の必死さは伝わってくるよ。彼の俺とのシングルマッチを実現したいっていう気持ちはひしひしと伝わってきてるよ。でも俺を振り向かせることはできなかった。もう彼はゲームオーバーかな。俺の名前を出していた王冠も棚橋の持つネバーに行ってしまったんでね。まああと可能性があるとしたら辻かな。彼の SNS を使っての、自己アピール、なんか斬新なものを感じるよね。いいと思うよ。なら彼の宣言通り55,000いいね集めてみろよ。そして俺を振り向かせてみろよ。ただし、ただし期限があるから。その期限を今俺はいつまでだよ、いついつまでだよとは言わないけどさ、俺が今日で締め切りですって言った時点で終わりだから、それまでに55,000いいね集めてみろよ。まあ彼の頑張りを俺はそばから、外かな、彼の頑張りを遠くから応援してるよなあ。辻陽太楽しみ待ってるぜ。まあショックの出来事があった、ショックの出来事があったけど、今はそれどころじゃねえんだ。ああ、いやショックだ、マジで、本当に。ちょっと見てた人、マジで、本当に、教えてください。本当に。いや、切り替えないと。いや、切り替え。切り替えが大事。翔だ、田中翔はどこだ。帰っちまったか。もうコメント終わっちまったか。来てくれたな。お前から来てくれたな。コメントはもう終わったのか。悪いな、なんか呼んだみたいになっちゃった。俺もいろいろあったんだ。今日は誰も邪魔しねえよ。俺から言わせてくれ。2020年12月ですか。俺は勝利負けた。その後に俺は嬉しいと言った。なんでか分かるか。待ってたんだ、ずっと待ったんだよ、お前がここまで来るの。待たせんな、来るのが遅いよ。それからな、もう一席をしてくれ翔。俺の中で翔は
いい意味で、ものすごくいい意味でだ。あの頃のまま、田中翔のままなんだ。ものすごくいい意味でな。俺は IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンとして、お前の全てを受け止める。その上で勝つのは俺だ。最高の試合しようぜ、田中翔。誰だ。いや、変わっちゃいねえけど、めちゃくちゃ変わってんぞ。